皆さんこんにちは。ウィズペティ犬猫病気辞典です。今日は猫の貧血について、症状原因、後発品種、予防方法、治療方法の順に解説します。それでは早速始めましょう。猫の貧血とは血液中の赤血球数が減少した状態です。貧血とは血液中の赤血球が減少し、血液が薄くなった状態を指します。 赤血球には、ヘモグロビンという酸素と結合するための鉄タンパクを含んでいるため、貧血になってしまうと、全身に届けられる酸素量が減少し、粘膜の色が白くなったり、フラフラしたりします。猫は様々な病気に伴って貧血になることがあります。大きく分けると、再生性貧血と非再生性貧血に分かれますが、その原因には、 主に以下のようなものがあります。出血、赤血球の破壊更新、血液の再生不足。高齢猫で非常に多い慢性腎臓病でも貧血になることが多く、それぞれの原因によって治療方法は全く異なります。そのため貧血が見つかった場合には、全身を総合的に検査する必要があります。猫の貧血の症状とは、 赤血球の減少にによって全身が酸素不足になります貧血の時に見られる症状は以下の通りです耳や肉球口の中の粘膜が白っぽい歩く時にフラフラする歩きたがらない元気がない寝てばかりいる食欲が落ちる呼吸が早い赤血球は中にヘモグロビンという 酸酸素素と結合すする鉄をを含み肺から受け取ったた全身にに運ぶために必要不可欠な細胞です貧血になるとその赤血球が何らかの原因によって減少してしまうために体は慢性的な酸欠の状態となり動きが緩慢になったり寝てばかりいるようになり食欲も低下します目に見える変化としては血色が薄くなり耳の内側や肉球 死肉や舌の色が白っぽくなります長期の症状の他に消化管出血が原因の場合は便が黒くなったり便に血がつくことがあり溶血が原因の貧血では尿の色が赤茶色になったり非常に濃い黄色になったりします猫の貧血の原因とは出血によって貧血になります怪我などによって 一時的に多量の出血が起こっても貧血になりますが例えば消化管内に主流などができそこから少量ずつ慢性的に出血がある場合などでも貧血が起こります消化管内出血の場合は便の色が真っ黒になるあるいは便に血が混ざるといった変化も見られますまた体のどこかに腫瘍ができ その主流が破裂したり主流の中で出血が起こった場合にも貧血が見られます血液の再生不足で起こります血液細胞は骨髄で作られ古くなった血液細胞は脾臓や肝臓で破壊されることで新陳代謝されていますそのバランスが均等に保たれている間は血液の濃さは一定に保たれ また一時的な出血などが起こると血液を急いで酸性し血液の濃さを元に戻そうとする反応が起こりますしかし血液の酸性が以下のような原因で低下してしまうと貧血を起こします骨髄抑制ウイルス疾患骨髄の腫瘍抗がん剤造血ホルモン不足慢性腎臓病慢性の炎症性疾患 内科疾患、副腎皮質機能低下症、甲状腺機能低下症、鉄欠乏、飢餓状態や慢性の出血、猫免疫不全ウイルスや猫白血病ウイルス感染症では、末期になると骨髄が血球細胞を作ることができない状態に陥ってしまいます。また白血血球ななどの血液の液になると 正常な骨髄の働きが損なわれて、赤血球が作れなくなってしまいます。主要の治療で使用される抗がん剤は、分裂が盛んな細胞を障害する特性があるため、骨髄抑制が起こり、貧血や白血球減少症になることがあります。猫に多い慢性腎臓病も末期になると貧血を起こします。腎臓からは造血に必要なエリスロポエチン とといいううホルモンがが、が分分泌泌されれてててまますす。そでできなくななくるこにによっっ貧血になってしまうのです体のどこかに感染症や腫瘍に伴って起こる炎症が長期にわたって存在する場合には炎症性サイトカインの影響によって血液中に放出される鉄が不足し腸からの鉄の取り込みも減少してしまうため貧血が起こります。 子猫では、飲みの大量寄生や、甲虫などの消化管内寄生虫による吸血によって貧血となり、再生に必要な鉄分が不足することによっても、血液の再生が間に合わず、貧血症状を示すことがあります。赤血球の破壊更新で起こります。免疫の異常や中毒、寄生虫感染、内科疾患、 遺伝性疾患などによって赤血球が破壊される溶血という反応が起こり貧血になることもあります免疫異常では自分の赤血球を免疫細胞が攻撃することによって溶血が起こりますまた赤血球にマイコプラズマという微生物が寄生することによっても体の免疫細胞の攻撃を受けて溶血が起こります他には中毒性物質 アセトアミノフェン、プロピレングリコール、ネギ類などの摂取や糖尿病、水炎、甲状腺機能亢進症などの内科疾患に伴って、赤血球が酸化障害を受けると、赤血球の表面にハインツし態体という突起が形成され、脾臓で赤血球が破壊されやすくなってしまいます。遺伝的にピルビン酸キナーゼという酵素が欠損している場合にも、貧血が起こります。 ピルビン酸キナーゼは赤血球の正常な形態を維持するのに必要な ATP というエネルギー源を産生するのに関わっているためこの酵素が欠損することにより赤血球の寿命が短くなり溶血が起こります次に猫の貧血の後発品種についてです後発する品種はありません次に猫の貧血の予防方法についてです 室内飼育で感染症を防ぎましょう。猫エイズや猫白血病はウイルス感染によって起こります。また、飲みや消化管内寄生虫も他の猫との接触によって感染します。できるだけ室内飼育にし、感染している猫との接触を断つことが予防につながります。定期的に健康診断を受けましょう。 初期の貧血はあまり症状を示さないことが多いため飼い主さんが異変に気づいた頃にはすでに進行してしまっていることが少なくありません日頃から健康診断を受けていれば貧血に関わる様々な内科疾患を早期発見できます原因不明の貧血傾向が見られた場合には精密検査を受けるきっかけにもなります 定期的に健康診断を受けることで体の状態をチェックし、異常があれば早めに対応できるようにしておきましょう。最後に猫の貧血の治療方法についてです。原因疾患の治療を行います。貧血を起こす原因は様々なため、まずはそれぞれの疾患に対する治療が必要です。明らかな出血がある場合は、まずその部分の止血を行うことが第一です。 慢性腎臓病に伴う貧血では腎臓病の治療と並行して注射で造血ホルモンを補充してあげることである程度の貧血の改善が見られますしかし繰り返し注射しているとその効果が落ちてくることが多くその場合の予後はあまり良くありません腫瘍性の疾患では腫瘍の切除や抗がん剤での治療が必要ですが抗がん剤にも 骨髄を抑制する作用があるものが多いためその判断は慎重に行わなければなりません免疫異常によって溶血が起こっている場合には免疫抑制剤や高容量のステロイド剤での治療が必要です寄生虫感染症などに対してはそれぞれに対応した口虫薬や抗生剤を投与します輸血を検討します血液の再生が間に合わず 命の危険がある場合には、輸血を考慮します。しかし、人とは異なり、血液バンクのようなものはないため、輸血が必要となった場合には、ドナーを探し、血液が合うかどうかを検査した上で、血液を提供してもらう必要があります。鉄分補給を行います。鉄欠乏症貧血では、血液の再生を促すために、鉄分を内服薬として補給することがあります。 また、赤血球の再生を補助するビタミンでもある葉酸も同時に処方されることがあります。本日は以上となります。今回の動画で大切な肺病の健康維持のお役に立てれば大変嬉しく思います。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も猫の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方は ぜひチェックしてみてくださいではまた次の動画でお会いしましょう本日はありがとうございました